実験大好き MNU です。今回の話題は大阪日本橋ハムさん、最新情報を提供させていただきます。春到来、人の行き来増加中です。当然商品入れ替わり早いです。中古無線機、ジャンク、たくさん紹介させていただきます。老舗の力、楽しい商材、いろいろとありました。店内紹介。2023年4月中旬、日本橋ハムさん訪問させていただきました。お店に入るときに、商品見ますねと大声で入ると、非常にね、後の話が進むと思います。はい、店内の方ね、ブラッと入らせていただきました。まず入ったところにね、わかる方にはわかるんじゃないでしょうか。これです、これです。FTDX401。この外部 VFO、スピーカー、こちらの無線機です。3点セットがあります。取説の方もどうもついてるようですね、お話聞くと。ただし動作の方がね、よくわからない、基本動かないということでね、それを承知の上でご購入いただきたいと。あともう一つ、この上ですよね、福山さんのマフチ2000。私もめったに見かけることない無線機ですけどね、これもありました。横に置かれておりますね、こちらの方の401。まあ見ていただくとね、ちょっとパネルがね、まあ当然若干こう変色っていうんですか、テープの跡もありますけどね、腕で立つ方でしたらね、多分かなり綺麗なとこまでね、持っていけるんじゃないかなと思います。と横にありましたね、こういうジャンク、まあ見ていただきましたらね、まあ値打ちあるのかないのか。でも結構ね、この辺のケーブル類とかね、あとこの下にね、うずくまってるね、いろんなもの、ちょっと言葉ではね、表現しきれないんですけどね、こういう DC-DC コンバーターもありますね。あとここにもありますね。あといろんなものがあります。意外とね、その時代を象徴したケーブルとかっていうのも時々出てきますからね、ぜひとも来店して探していただければと思います。こちらの方ね、ずーって見ていきますとね、これですよ、 MC50。 私も持ってるんですけどね、トリオ時代のマイクロフォンですね。確か TS のね、520とかね、820、 TS の120も使えたと思うんですけどね、確か4ピンタイプだったと思うんですけどね、ちょっとこの辺はね、よくご確認いただいてご購入していただければと思います。あともう一つね、この VFO700 がありましたね。TS700 用ですね。知ってる人は知ってると思うんですよ。こういう外部 VFO 探されてる方も結構多いんじゃないでしょうか。で、あと下見ていきますとね、またまたこれがあるんですよ。FR50B とね、FL50B、触れる方へと。まあこれがね、天使と気持ちやと思うんですけどね。見た目はこれ格好きれかったんでね、あとはなんとか持っていけば、動くようなとこまでね、仕上がる可能性もあるんじゃないかなと思います。あと、名機ですね。FT767GXX ですね。こちらの方もね、一応動作しますがっていう表現はね、よくお店の人とご相談いただければと思います。一応動作はしているそうなんですけどね、なんかあるのかもしれません。あともう一つがね、IC の756 Pro ですね。これもね、持ってる方多かったんじゃないでしょうか。これもね、ちょっと正し書きがありましてね、ちょっとディスプレイが暗くなってるそうです。でも使ってるとね、だいぶ明るくなるような表現もあるんでね、少しバックライトが下手ってるんかな。もう腕の立つ方でしたらね、もうバックライトの蛍光管をね、交換するテクニックがある方はね、交換されてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。私はね、もう腕が衰えております。ちょっとようやらないなと思っております。あとこちらですね、40アンペアのスイッチング式の電源。これもね、あんまり出てこないね、商品じゃないかなと思います。あとこちらですね、 IC の1271 1200MHz のオールモード機。ちょっとね、パワーが落ちてるそうなんですけどね、これも再調整すればね、現役復帰するんじゃないかなと思います。あとは電源とかね。で、あとこちらの方の測定器ですね、また好きや。まあお値段もね、近いですけどね、多分出てた当時はね、3桁台のね、測定器じゃないかなと思うんですけどね、測定器もね、入荷しておりました。で、あともうちょっとね、続きでね、今度はスピーカーがありましたね。SP901。まあ、純正です。純正大好きな人はね、やっぱ欲しいと。あと今度はね、FT736 もありましたね。こちらの方。ちょっとこれはね、なんか SSB の kHz の表示はおかしいと。FM は OK みたいでね。ちょっとこれまでね、難点があるようですけど、なんか現状私に近い状態でね、ご提供されてるようです。こちらの方の、ね、棚をね、ずーっと見ていきますとね、こういう形ですね。まあいろんなものありますね。商品だいぶ入れ替わったと思うんですよ。まあこの辺のオスカーも懐かしいですよね、皆さんこれ。で、あとはずーっと見ていきますとね、3500Z も残ってるそうですね。まあぜひともね、ご関心のある方、考えていただければと思います。
あとはいろんなこういうねオプションケーブルとかもありますね。欲しい方は欲しいんじゃないでしょうか。いろんなもんがね前とねだいぶ変わってるんでね、もうこの辺は毎回見てね比べていくしかないんじゃないかなと思います。スピーチプロセッサーもお世話になった人多かったんじゃないですかね。ピークパワーが 400% とかね、パワーが4倍になるとか言ってね、一時期は大ブレイクしたと思います。あとはこんな形でこの辺もね好きな無線機でしたね。 IC の 820D、 MFJ さんのね SWR 系もあります。で IC の 251、 これも懐かしいですね。であとは純正大好きなね PS の 430もあります。あとはね各種の電源がちらほらあるような形ですね。あとは SP の 20、 これまた純正のスピーカーですね。何気なくね置いてると思うんですけどね、欲しい方は結構ねこういうものいっぱいね探されてるもの一つや二つあるんじゃないでしょうか。アスタティックのマイクも入荷してるそうですね。湿気をね含みますとねちょっと動作が怪しくなるっていうこともあるんでね、詳しい状況はねお店の方にね問い合わせしていただければと思います。ケンプロのね KK70 のキーがありますね。まあこの辺も結構懐かしい部類じゃないでしょうか。あとこちらの方のキーもねシングルレバーのやつがありました。であと真空管の方もね前回訪問時にあったやつからまだプラスになってるそうですね。また入荷したそうです。ちょっとねこの辺が確か入荷した真空管だと聞いてるんですよ。ちょっと真空管の方はねあんまり価値観がないので多分テレビ局が中心かなっていうことは言われてたんですけどね、こんな形に商品がねまた揃ってきてるような形です。あともう一他あったそうでね、こんなものっていうんですか、これを持ってこられた方もかなり整理好きの方ですよね。綺麗に整理されてるっていうんですか、箱に入れて。まあどの真空管がねどれぐらい価値があるのか申し訳ございません、よくわかんないんですけどね。まあぜひともねちょっとこの画面でもねよく見ていただいて、めぼしいものがないのかどうか確認していただければと思います。今の予定ですとね関西ハムフェアにはねこの辺の真空管も持参するとは聞いております。ただもう一つありましたね、こんな形ですね。さあどれが値打ち合うのか、なかなか私にはねわからない世界になりつつあります。足元にはねまたこういう老人ケーブルとかねいろんなものっていうんですか、まあジャンクといえばジャンクですけどね、よく探しますとねすごいもんが混じってるかもしれません。でリニアの方もまだ残ってましてね、こういう形、まあぜひともね分かる方、あらゆる面でこれ分からないとこのリニアは使えないと思うんでね、分かる方はねぜひともご検討いただければと思います。あと下にありましたジャンクですね、こんな形ですね。この辺の変換ケーブルだと思うんですけどね、あとラインフィルターとかねデュープレクサーとかこういうものがね、あとこうフィルターですね。もう今はあんまり使うことないと思うんですけどね、でも1個ぐらいあればね使える可能性はあるんじゃないかなと思います。であと入り口にはね無造作にねマイクロフォンが転がってると、まあこの辺もね欲しい方は欲しいのかもしれないと。あとツエップのワイヤーもあると、こんな形です。意外とね目星もあるんですけどね、ボン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 転がっております。あと前回もねなんかちょっと減ったような気がするんですけどね、アイコムさんの純正のねバッテリーパックあたりのオプション、ただしもう経年劣化してますからね中身は使えない可能性あると思うんですけどね、側のケースだけ使えましたらね中身は交換することは技術的に可能だと思います。まあなんか目星もんがあるようでしたね、直接ショップに訪問してね探していただければと思います。まとめの方させていただきます。日本橋ハムさん、もう店主のパワーがすごいっていうんですか、展示前のね無線機の清掃点検で、出荷前にもね再度点検、非常にね作業バタバタとされておりました。最近ねやっぱり入荷してる無線機の状況もいろいろと変わってきてるっていうんですか、意外と現状私の無線機も増えつつあるような状況です。まあ古い無線機です、はっきり言います。リスクも高いと思います。まあできましたらねご購入する方も簡単な修理技術はねぜひとも習得していただいた方が、その無線機ね長い間使えると思います。物が古くなってきます、いろんなリスクもあると思いますから、必ず購入前にお店とよく相談して、まずはね購入する本人が納得してからね購入するようにお願いいたします。一番いいのはねもう気楽に来店、店主とね会話しながらジャンクを探して、その中でね無線機なりを購入するっていうのも楽しいんじゃないでしょうか。今回ちょっと写真にはね撮りきれなかったんですけどね、埋もれたジャンクっていうのもたくさんあります。
おそらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。